はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回から PS1 ソフトチョロ Q2 プレイしていきたいなと思います。いやね、このチョロ Q2 で多分 PS1 では最後のチョロ Q になるかなって感じでね、もう3-1、そして1の方の方はクリアしてるんでね、はい、本当に最後のチョロ Q として頑張っていきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。グランプリを目指す。でね、これチョロ Q1 からのデータが使えるんですよね。これ機関車、これをやると、あのボディとお金かな、お金が1000ゴールド引き継げるみたいですね。なので、おお、機関車ある。全然持ってない全然持ってなくない？そっか、1で3つしかボディ持ってなかったんだ。まあないよりはいいですよね。これで行くかな。ここで走っていきましょう。でもちろんパーツの方は引き継げないんで、こんな感じで。よし、まあ1000ゴールドあるっていうの大きいんじゃないかな。あ、今回からチョロ Q タウンが出てきてる。お、じゃあ行きましょうか。パーツショップもあるだろうし。すげえロードに時間かかんな。え、あ、これはストリート似てますね。お、結構広い。あ、持ってるボディが置いてあるんだぶつけたけど。あれ、 BGM ないぞ。あ、出たら BGM が鳴り始めた。あー、懐かしいな。あったな、あったあった。結構覚えてるから、2も結構やってたのかな。パーツショップ、あ、これパーツショップ。ってことはこれもあれか、チョロ Q コイン100枚あんのかな。あ、これは違うんだ。なんだなんだ、これ違うの。まだなんだ作ってた。あ、オートマだから勝手に買わな。あれ、ペイントか。あれ、チョロ Q コインってないの。イベントがあるのか。ボディショップ、これは買い取り。あ、買い取りか。買い取り必要。これなんだ。あ、こっちもあるな。これはなんて書いてある。あれ、なんでもないなんでもない、なんでもない。あ、なんでもないんだ。あったな、これ。そして、どっちだどっちだ。こっから出てきたのかな。なんかここら辺で当たった。これこれこれ覚えてるわ、毎回拾ってた。で、これが、あ、これがガレージか。こっから出てきた。なるほど。あ、マップがあるな。バツ、まだ進めないってこと。本当か。いや、進めるんじゃないの。こっちもあるけど、なんだ、まだこのマップもなんかできるな。ん？なんだこれ。あ、あ、回転準備中閉めとけよ、やってないなら閉めとけよここら辺で封鎖しといてほしかった。そういうこともないと。じゃあこっちかな。あ、城がある。あ、城あったな、城あったな。あったあった。2結構やってたな、これ。よく覚えてるわ。これなんか登っていったらどんどんあるんじゃなかったっけ。あれ、ないな。飾ってあった気がするんだけど。それはまあ、後々ってことかな。登って登って。うわ、懐かしい。すげえな、青線が入りまくってるし、画面に相当無理して作ってるんだろうな、これ当時の技術で。お、あ、頂上ここなんだ。え、あ、これで終わり、こういうことじゃあレースするか、そろそろ。パーツショップ、まあ最初にいきなりパーツ買うのはちょっと卑怯だな。うん、メーターぐらいにしとくか。ビッグメーター、でもデジタルメーターとか結構使いやすいんじゃないかな。とりあえずはビッグメーターでいくか。いや、デジタルでいこう。で、あ、3つあるな。海海、春の山、ショートサーキット。まあショートサーキットですよね。さあ、
オートマだからまあ普通に走るだけかな。あ、ゴミ収集車がいる。マットスペシャルっぽいのもいるな。ぶつからない方が、ぶつからない方がいいのかな。ワンはね、ぶつからないボーナスがなかったんで。うわ、危ね。うわ、ぶつからずに行こうと思ったら無理だな。どうしてもやっぱり。ぶつかっちゃうな。あれ、こんなのだったっけ。コースは覚えてないな。マッチの方はよく覚えてるんだけど。ごめんごめん、ちょっと。うわ、1位早いわ。2位だな、これ。もうわかるって、これ。この感じ。うわうわ。さて。うわぁ。こんなコースなんだ。全然本当に。なんかサーキットっぽくないな。あ、ここで人いるのか。人とか車かな。チョロ Q かな。あ、いける最初になんかミスがなかったらいけてたんじゃないのこれ。どうなんだろう。結構見えてるんだよな。いけないこともないぐらいの感じですよねこれ。頑張って頑張って。厳しいか。あー、ミスらなかったらいけてそうな気がするな。うわ、すげえ遅い。ゴミ収集車すげえ遅いな。200。じゃあ春な山とかはオフ。オフか。どっちもオフだな。じゃあ買っていくか。パーツの1。オールラウンドあったらぶっちゃけいけるんじゃないの。オールラウンドだけ買っとくか。シャーシ、エンジン、エンジンとか結構高いな。あ、ステア買ったよかった。ステア買ったよかった。ミスったな。これミスったな。まあ、こんな感じで能力伸びますね。さて。で、海。春の山。どっちにしよう。まずは春の山行くか。どうなんだ。まあ、最初は普通。まあ、こういうコースか。ショートカットとか、どうだろう。うわ、なになに、なになになに、あ、風車か。びっくりした。ほんと、な、何かと思った。うわ、こんなのあった。ミスったな、やっぱり。すっ、エリーゼのために。マジか。あいつにだけはやられたらダメだな。あのクラクション聞こえたらダメだわ。さて、さっきの急カーブだけかな、気をつけるの。ここもきついか。ここもきついな。もう一回走ってみないとどんな感じかわからないんだよな。100キロぐらいかな。なんか今左に行けそうな気もしたのは気のせいでしょうか。気のせいかな。やっぱり1が早い。なんとか2位にはなりたいな。2位にはどこだ。さっきのあれ どこだ。そろそろか。ここまだかったところだな。100キロでいいんじゃない。あ、全然余裕だ。どうなんだ。110キロぐらいでよかったのかな。よし、意外に差が縮まらない。ここはちょっと敵も強いですね。うん、どうなるかな。ここでよし。くそ、ブロック咲いてる、ブロック咲いてる。なんとかかわして、よし、タイムもだいぶ速くなった。さて、また届かないレースになるよなこれ。あー、ちょっと差が開きすぎてる。110ぐらい。あ、ダメだ、曲がる。おお、ギリギリ。ちょっと曲がるタイミングミスったな。ここら辺はステアリングがあったらよかったんだけど、まあ今更言っても仕方ないな。こうやってかわしていって、曲がって曲がって、お、桜がきれいかな。微妙なところ、まずい。あー、立っちゃったか。あ、でもそんなに減速はしなかったな。全然ダメ。これステア買っただけで改善するかな。遅いな、くそ。ダメだな。
300。あ、でもステア買えるか。タウンで、パーツショップでステア買うか。よし、いきなりスーパークイック買えるんだな。大きいな本当に。うわ、一気にハンドリング上がりましたね。22と1位取りたいな。あ、無理だな。でも500とか絶対強いでしょ。さあ行くか。お、でかい。さすが海。海ってことはあれじゃない、水の中もある。そうなったらオールラウンド生きてくるんじゃないかな。あ、ここあそこに似てんな。3の何だったっけ冬は勤めてやったっけよ。夏は夜か、夏は夜だったっけな。あのコースにちょっと似てる。うわ、めっちゃ曲がる、めっちゃ曲がる。ちょっと運転しづらいこれ急にめっちゃ曲がる。え、これなんだ。うわ、曲がりすぎるな。感覚と全然合ってない。思ったより全然曲がるわこれ。まずいまずい。あれ、これホテルコースってこんなんじゃなかったっけ。さあ、いや、やばいなこれ。2位も危うい。曲がるんだよな、すげえ曲がる。1位早いな、やっぱダントツ早い。さて、うわ、曲がるな。これ結構余裕持って走った方が。あったあった、これあったよ。で、待ってんだ、結構余裕持って。やばいやばい。さあ曲がる。 すごく運転しづらいあ、これで一周か。まあちゃんとこのハンドリングの感覚さえ合っていればそんなに難しいコースではないのかも。こんな感じでね、さっきはちょっといいいいんで行き過ぎたな。よし、追撃態勢は整った。ここも意外に多分余裕あるんだな、やっぱり。よし、やっぱ2位になるなどうしても。1位あれだもんな、1位早いよあれ。さあ、なんとかこいつを。大丈夫そうだな。よし、抜いた。あー、どうだろうこの差は。また同じような感じかな。あまりインインは攻めないで余裕を持っていきたい。よし、これで。ここもなんかいやらしいんだよな、このカーブ。終わらない、終わりそうで終わらない。でくねくねしてる。よし、あ、タイム相当縮まってるぞ10秒ぐらい違うんだけど。最初がいかに下手だったか。 OK、 まあ慣れれば本当にそんなに難しくはないんだけど、最初に開いてしまってその差が、あ、まずいな、勢いすぎたか。あ、でも今作あんまりぶつかってもそんなに減速しないんじゃないかな、今の感じだと。そんな致命的っていう感じはしませんでしたよね。ただ届かない、届かない。ダメだな、差縮まってないもんなこれ。2位との差は広がってるんだけど、1位との差は全然縮まっていない。どうするか、打開策あんのか。ないなベストだもんな今。いや、頑張れ頑張れ。ここも、ここがきつい。あとはなんとかなるんだよな、ここ。あー、ダメか、全然ダメ全然ダメ。いや、強い。みんな結構差が開いてんな。お、400。あ、ミドル、フリーウェイいいな。どうしようかな。じゃあちょっとアイテムなんか買ってリベンジするか。リベンジじゃないな、エンジンまだな。ミッションかな。ハイスピードっていいのか本当に。騙されてみるか。いや、ちょっと節約してこっちにするかお試しで。あ、スピードだけ伸びる、これいいんじゃないの。これでフリーウェイ、お、800もある。
今回これラストでいくか。今回はどうだろう、1から2からの方がいいのかな。ここら辺難しいな。お、覚えてる覚えてる、ここ難しいんじゃなかったっけ。あ、湿ってるとこある、拭いとけよ、水吸っとけよあ、いいコースだなこれ、ここいいコースだ。さあどんなコース。あー、なんかヘアピンカーブみたいなのが結構あるな。すげえ減速しないとき。どうなんだ、これかこれか。あ、これハンドリングのおかげで相当曲がりやすいぞ。あ、でも敵もそんなに減速しないな。やっぱワンほど簡単ではないのかも。ワンの敵はね、あのすごいああいうカーブとか弱かったですよね。うわ、ほとんどミスしてないと思うけど、全然4位、マジで能力が足りてないか、マシンの強いな、追いつけない、3位に入れないかも。これはどっちがいいんだろう。あー、ミスったな。4にしていっか。5だったらラチが開かないな。これで5か。125ぐらい出たら5にして、基本4でいいな、ここら辺だったら。攻めすぎてるか、なんとか。あー、こんな感じでいいな、大丈夫か。あー、タイムがやっぱりそこまで縮まっていないということはダメだな。むしろどうなんだろう、開いてる、それもちょっと感じる。いや強い、3位が強いもんだ。まずまずいまずい、ダメかダメか、まずい。どうだパワープレイで、そしたら速度上げてやがった。速度じゃないな、ギアだな。まずい、全然ダメだ全然ダメ。今回ミスなかったけどな、そんないなかったよ。え、1円ももらえないの、マジで。3位以内じゃないのもらえないんだ。あ、でぶつからない場合はボーナスって書いてあるな。はい、ということでね、今回から始まったこのチョロ Q2 ですね、なんですけど、まあ一度も優勝できずという形で終わりましたね。いや、舐めすぎてたかな、全部結構欲しいっていうこともなかったかな。淡々となんかね、入賞だったり2着だったり、全然ダメでしたね。はい、まあそういうことでね、次回はまたチョロ Q タウンの探索とリベンジ、はい、していきたいなと思います。ちょっとお金も稼がないとダメかな。はい、そんな感じで次回やっていきたいなと思います。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。